ベア軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は171万4773人であり、2000年の139万2931人から23.1%増加した。アメリカ合衆国の軍では人口で第19位である。庁所在地は州都サン,ントニオ市であり、 同軍で人口最大テキサス州で第2位アメリカ合衆国で第7位の都市でもある。コスペイン語でベアはベアと発音される。ベア軍はサンアントニオニューブローンフェルズ大都市圏の中心となる軍である。テキサス州は共和党支持の伝統があるがベア軍は大統領選挙でに大政党が競り合うところである。 1972年以降ベア軍を制した大統領候補がすべて全国を制して当選してきた。1836年12月20日、ベア軍が創設され、その長域はテキサス共和国西部全体に広がっており、ニューメキシコ州西部や北のワイオミング州までその後の論争があった地域までが含まれていた。テキサス州が州となった後に、 ベア軍の中から128の軍が創設された。ベア軍はテキサスが独立を果たした時に23あった自治体の一つであるサンアントニオデ・ベハルからその名前が得られた。サンアントニオデ・ベハルは当初サンフェルナンド・デ・ベハルの村だったが、スペイン領テキサスでは最初の市民政府が樹立されたところだった。1731年。 サンアントニオ川の水源周辺に設立されていた電動所近くにカナリア諸島からの移民55人が入った時にこの町が作られた。この開拓地は電動所を守っていたスペインの軍事基地サンアントニオでベハルトリデにちなんで名付けられた。サンペドロ線に位置するこのトリデは1718年に設立されておりスペインのベハル公爵の次男で メキシコ福王バルタザルマネルデズニハイ、グスマン外マヨルイサルミエントにちなんで名付けられた。ベハルは、スペインの街の名だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1257平方マイルで、あり、このうち陸地1247平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.78%である。ベア軍は、 テキサス州中央部南にあり、ヒューストン市の西190マイル、メキシコ湾から内陸に140マイルに位置している。バルコーンズ断崖が、軍内西部から北東に横切っている。断崖の北は、テキサスヒルカントリーの岩の多い丘陵、泉と峡谷である。断崖の南は、国土プレーリーと南テキサス平原である。サンアントニオ川が、 サンアントニオ市中心街の北にある泉から流れ出し、軍内の南と南東方向に向かって流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ベア軍は大統領選挙で2大政党が競り合うところである。1972年以降ベア軍を制した大統領候補がすべて全国を制して当選してきた。2008年の大統領選挙ではバラク・オバマが 投票総数の52.23%を獲得してベア軍を制した。これはオバマが獲得した全国の得票率52.92%とほぼ同じだった。勝負分のみが軍内、ベア軍、コマール軍、ケンドール軍にまたがっている、ベア軍、コマール軍、グアダルーペ軍にまたがっている、ベア軍、アタスコサ軍、メディナ軍にまたがっている、ベア軍週刊所が、 サン・アントニオ市中心街のオスコマル200にあるテキサス州刑事司法上が軍内未編入領域で男性用のドミニグス刑務所を運営している。ありがとうございます。